はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限り使えるドマサガ2シーズンファイナルのもうファイナルですね。最終工程嫁が出ましたので、最後嫁でやっていきたいと思います。で、最後のメンバーはホーリーオーダー、男性にホーリーオーダーの女性、忍者にサラマンダーというメンツでやっていきたいと思います。まあ、あとは基地英雄倒すまで突き進むだけなんで、イベントを一個一個消化していきましょう。で、最終工程早々にやっておきたいイベントがアリイベント、これ最終工程になった段階でフラグは発生してるんで早急に片付けます。ほっとけばほっとくほどめんどくさくなるんで、あのアバロンの人たちもねアリにされちゃうんで。で、まずはムーンライトで、あれを覚えたい、なんだっけ、月影みたいなやつで、ラピッドストリームにして、まあ最終工程が攻撃数でしょ。で、ギャラクシーを最初に発動させる。ギャラクシーもね出たんで強っ、ガチリッツェ。ってかこのアリ強えな。あ、なんか覚えた、限界戦勝負よし。いや、侮ってるぞこのアリ、こんなに強かったとは。ギャラクシー2発必要か。じゃあ脳速拳も使ってこう。マシンガンジャブ攻撃リア月かけ、これがね全体攻撃なんで、まあ1500、ギャラクシーの半分か。それでも、まあでも1500当たれば普通に強いから。っていうかギャラクシーが強すぎる。で、アリがねマジでいっぱいいて面倒くちいんですよね。月影、ギャラクシー、音速、マシンガン。で、千手観音は絶対こいつらじゃ覚えらんないからな。普通にパンチしてこう。で、アメジストは攻撃。月影プラスギャラクシー、この最強コンボ、これで肩がつく。つかねえ。何このアリマジで強いんだけど。え、こんなに強い、経験点さすがに持ってんだ。ちょっとこいつを勝たそう。こいつを勝たしてから宝箱を回収する。ただいい経験点稼ぎにはなるね、さすがに。もうただ経験点もう本当に自分が強くなるためだけだからな。パンチとね斧がね絶対的に弱い。で、アバロンのこれなんだ、聖衣みたいなやつ25万円。で、これはガートルード、玉虫のルールから切り替えよう。魔術系で大丈夫だったはず。タームバトラー、お決まりの月影、ギャラクシー、音速パンチ、これで倒せる。微妙にダメージが足んないんだよね。音速拳、あ、倒した。で、ここのダンジョン自体はもうアリを排除すれば終わり。短いは短い、あの初期に行けばね、あのほっとくとアリがほんと増殖してくるんでマジでめんどくさいんですけど、早めに片付ければアリが出現するのがここだけになるんで。てかさ、これ音速パンチ斧じゃ倒せなくね。倒せない。2ターンかかるか、こいつらが2匹でいうと2ターンかかる。ではアリ戦いきましょう。サバンナでは世話になったね、ここまで来るのにどれだけかかったことか。基地英雄さえ恐れさせた私の真の姿、リアルクイーン。攻撃的にはどうしよう、嫁さんは無武剣、無武剣覚えんのかな。で、パーチリア、やることがない。で、音速剣、うん、あ、待って、混合盾一回使おう。混合盾ではね、もう全員に覚えさせた。これで
まず防御面を固める一旦目は。本当はねリバイバとかも欲しいんだけど、そこまで火が育ってない。陣形はラピス毒か、ちょっと厄介だな。長期戦に毒は厄介だからね。催眠は出た。ちょっと待って、あ、起きた。ダメージで起きたか。で、無無剣パンチしかないかな、やることが。で、音速のギャラクシーでダメージ与えたいけど、ちょっと回復もするか。現代戦士砲使おう。無限でいくつ ?2000 か。あ、やばい。よしよしよし、ミスった。ここでホーリーオーダー回復。1400。で、2人回復にさせるか。高級傷薬で音速剣、月光で最終工程。あれない、高級傷薬が使えなくなってる。毒治るんだよね、高級傷薬で。よし、危ね。毒を直しておくか。大爆弾700。どうなの。で、高級傷薬、高級傷薬、600あるか。攻撃あるのみだな。で、結構大爆弾。今またドッキリ。やっぱ凝縮系。これは石化って直せんの？回復しねえし。え、現代殺傷ってそんな感じなの？死ぬしかないっていう。いや、今後だってさ、全然機能してねえんだけど。ギャラクシー使おうじゃん。攻撃に走る。クソ、なんか覚えてくんねえかな。おー、これはまあ、あいつが魅了されるくらいは大丈夫だ。強っ。で、自分を自分で回復させるか。ギャラクシー、あ、使えるようになってる。あ、死んだのか、あれが。現代戦士が。そういうこと。現代戦士砲の効果、痛い。いまいちわからん。死んだ、あいつのパンチによって。状態異常はちょっと対策立てた方がいいな。で、高級傷薬、今のところギャラクシーが火力だからね、こいつを最優先に生かしたい。あー、ナイスだ、やった。混合二手が機能した。こんな時にやっててよかった、混合二手。クロスクレイマーの方がいいのか、ムーンライトじゃなくて。で、どうする、攻撃スキルでしょ。なんか覚えねえかな、攻撃あるのみ。955、1000くらい。クロスクレイマー1800、フェロモン。見切った、あれ、これ何、全員クソ、寝てしまった。3300。じゃあマシンガンジャブの方が強いよね、ギャラクシー。1400。よし、倒した。
まあまあ強かったな。オッケーオッケーオッケー。これで有田一終了で、あとは南ロンギット海が大荒れになってますと。大嵐の源、太陽と風で占ってみた。沈没船ギャロンとかいう海賊の船、何年も前に海の主に沈められた。その前に海の主と和解しておくか。橋が壊れてる。あれ、橋のこと誰が言うんだっけ。きっとあの黒い影。橋が壊された原因が分からなくてももう一度かけるわけにはいかない。え、じゃあワイリンガ湖へ行きますか。橋を壊してしまってごめんなさい。急いでいた。スービエから守るため。私たちと同化して力を得ようとしている。スービエと戦えるが、娘はまだ戦えない。橋はまた作ればいいだけです。100万円かかるけどね。てか今この状態だったらさ、スービエと戦えなくね。てかこいつじゃなくて橋の話。あ、橋も直ったの。治ってんじゃん。じゃあ沈没船へ行きますか。この辺りが嵐の中心。人魚薬を使おう。ちゃんと持ってきました。沈没船、こっから入ればいいんだっけ。青水晶の槍、32雷の攻撃を持つ。雷の力を持つか。33万、結構入ってんな。ギャロン、貴様のせいでこんな姿に。簡単だな。しかも普通の音楽だし。クロスプレイもなんか覚えらんねえかな本当に。まあ、ギャラクシー、こいつこそさ混合盾が効きそうだけど弱っ。終わり。これ帰んなきゃいけないの自分で。あ、海賊船の中は敵がいなくなってる。外は敵がいるけど。ふう、地上に上がってきたぜ。じゃあ海女さんに話して南ロンギットも制圧しましょう。ギャロのバックにはシチエユ・スービエがついていた。海と共に生きるもの。氷塊を根城にしているという噂。これでいけんのかな。スービエに打撃を与えた。別にいけるわけじゃないな。やっぱり世代を重ねないと無理か。南ロンギットってさ、世代重ねないといけないイベントが多くて、なかなか先に進まないんだよね。じゃあ子供とコムーでもやってダンダークを倒しますか。まずはナゼル海峡に行こう。これでムーがこっちに来たので迷子になってしまいましたと。これで子供とコムーに行けることになったんですけど、ちょっと技が欲しいね。ワイリンガ湖に行ってアルビオン道場でもしますか。千手観音覚えた。でイーリス村に来て、こいつどいてくれるんで宝箱回収して、エルヴィンスキンは大して強くなかったと思う。しかも装備すると外せなくなるからね。で弓は本当はこれ欲しかったんだよね。星王も射抜く豪弓で先へ行って、忘れられた町でオアイーブ、右手の森を抜けると奥の建物へ行けます。何かお役に立つものがあるかもしれません。あれ、特に話聞いてなければ、なんか
継承法についてもうちょっと細かく聞けたような気がしたけど、もう最終工程になっちゃったから大した話をしてくれない。で、七英雄に立ち向かうとは、メル砂漠の南にかつて私が住んでいたところがある。今廃墟であろうが行ってみるといい。そう、ここに結構いい武器があるんで、そこにも行きたかった。ロンギヌス、ホーリーバスター強そうだ。45、意志の力で敵を倒す。ホーリーバスター40、死霊悪魔に強い。ただ使うものがいない。では話に聞いた雪の遺跡ですね、こちらに行きましょう。で、ここもすげえ宝があるんで、その宝を回収したいと思います。全然わかんねえ。あ、ラピストにしよっかな。ちょっと待って、月影でしょ。技を覚えたいからパンチ、攻撃、ストーンシャワー。まあ、ギャラクシーじゃなくてストーンシャワーでいけるっしょ、普通の敵だったら。ゲースタンしそう。あ、危ねえ危ねえ。一掃できるね。宝箱、虹の水管。まあ、これは言うてもそんなに物が分からん。そもそもなんだ、頭か。まあ、防御力は3だけど、ここに表示されてるのは残に対する防御力なんで、確かなんか状態異常とかが強かった気がする。もう見た目で判断できないんで、そこがね、ちょっと装備するかどうか迷うところ。ゲー混乱した。スタンした。ストーンシャワー行け。残るか。攻撃してくんなかった、うちの忍者。フリーズバリア、無駄なことを。これ大丈夫だよね。若干氷っぽいけど見た目が。うわ、効かねえ。やるな、フリーズバリア。巻き割りスペシャル覚えた。まあ、そこそこ斧ちょっと弱いからね。そしてうちのホーリーオーダーが死んでる。こいつ強いんだけど、このリザードの上位系。まあ、だから巻き割りスペシャル覚えたんだろうけど。竜がいる。これ金竜かな。ちょっとそのまま普通に歩いていこう。金竜全力でいく。無名剣覚えたいんだよね。まあ、青龍剣の千手の千切り、意外に強かった。意外に強いことが分かった。で、巻き割りは8か。まあ、ちょっと使っていこう。1900。あれ、俺クロスクレイモアにした3000。やっぱり千手観音はほんと絶景。990しか当たんねえんだけど。少し剣が火力不足だな。3600、137。エアスクリーン、チョコ材なまねを。巻き割り800。なんか残があんまり効いてない。アクロスクレームはなってるもんね。もう決まりのパターンでいこう。大して減ってないから。1300。まあクロスクレームはあの清流で1300っていうのを考えると、まあ、他の技はそんなに弱くはない。ギャラクシー別格だよね。合成術でも何でもないからね。これがあるから合成術がかすんじゃうんだよね。ギャラクシーがマジでお手軽すぎる。ってか強え。金竜よりさ強いやつがいるからさ、なんか倒せんのかな。若干不安になってきた。6600。めちゃくちゃ経験点持ってんな。そして宝箱って言った。竜林の盾。盾ってさ装備する人がいないんだよね。ホーリーオーダーってもう聖騎士の盾装備してるから、他の盾が装備できなくて、で術も盾いらないでしょ、体術も盾いらないでしょ。で、外田んぼだな。超合金の盾から竜林の盾。あれ、防御力自体は弱いんだ。まあ、全耐性が多分高いと思うんで竜林の盾にしておこう。さらに宝箱を守護するわ。カーリュー、こいつも全力でいこう。全力って言っても無名剣覚えたいから無無剣使う。千手観音、
千切りがちょっと弱くなってきた。ちょっと待って、混合盾か。一回混合盾で固めよう。多分普通に効果はあるはず、こいつだったら。一旦目はちょっと混合盾ターンで。本当はここにねリバイバーも重ねたいんだけどね。火炎は無理でしょ、さすがに。あっつ、角はお前じゃ無理だ。まだ混合盾を張ってないから。え、999回復してきたか。クロスクレームは無限、千獣観音。どうしようかな、ちょっと火力ないから生命の水で自分を回復しよう。で月光で回復。タンボラちゃんは攻撃、巻き割りスペシャル。千切りよりはでも火力は出てるよね。で千獣観音マジ強え。回復量400か。痛い、角痛い。全然かわせないけど食らってもないな。うん、巻き割りいいや、いい火力出てるよ。で400、まあ400あれば攻撃に転じよう。全員ベネディクトっていう人がどうなんだろうね。高速拳覚えられないからね。でも高速拳覚えられるキャラってなかなかレアなんだよね。ちなみに斧は何が一番強いんだ。わっ、火炎きつい。よし、混合盾。これはね両手の、あれ千切り強い。普通にやっぱ相性があるのか。残に弱いとか、さっきの金龍は残に強かったのかな。巻き割りもそんなに入んなかったからね。これはもう襲う、ちょっと危険だけど。斧の最強技がわからん。まあ巻き割りも強いと思うけど、地の術とかすぐで上がんな。そして扉を開け、ここに眠るは竜鱗の鎧。で竜鱗の鎧も誰にしよっか。嫁さんはだってハルモニア普通に強いからね。まあ、そうするとベネディクト、黒のガラドリエル、竜鱗。まあ、下がるけど全体を考えて竜鱗かな。でガートルードだってアバロンのこれがあるでしょ。でシオンは素早さ下げたくないからちょっと軽い鎧でいきたい。でタンゴロはもう赤熱の鱗みたいなの装備してるからやっぱりベネディクトだな。でこれはこれでいいでしょ。黒のガラドリエルってどうなの、重さが重くなりたくないんだよね。まず第一に。でマスタリーグラブは持ってたい。強化服もある。で強化服装もで、ブリガンディ、まあこいつは素早さ下げたいから白銀でいいでしょう。強化服クイックシルバー、これちょっとせっかくだからね装備したいんだけどね。まあでも外すものがない。ここにも竜がいる。あれなんだ、俺どうしたらいいんだ。ちょっと待って、雷竜、あれを踏めばいいのかな。さっき見えたやつ、ドラゴンはなんかひらめきレベル高そうだけどな。無妙剣も難しいからね覚えるの。電撃、まあまあまあ、ファング盾いいね。盾強いよね。でロマザガ2は盾で防具を一枠使っちゃうからね。それがまた装備の難しいところ。くそ、こいつら再生が半端ないな。しかしこいつは押していける。まあ、言うて普通の雑魚敵枠だからね。さっきの下流に比べれば、まあ、やっぱり戦いやすい。電撃はなんとかなるから。2ターンだな、2ターンキル4444。いやここかなり頂点。陣形乱されるのはさすがに望むところではない。
大龍退治完了。でこれを踏んで、待って変なの出てきたんだけど、これを踏んで扉が開いて左か。これ絶対じゃあ左もいるじゃん。一回出してからちょっと待って、もうなんかめんどくせえ、逃げよう。で左から逃げる。でちょ待って、なんだこれ、ちょ適当け戻ったよね。どうすりゃいいんだこれ。でここはね、ちょっと敵が来ちゃったけど、なんか象の鼻がね1個だけ違うらしい。でそこの扉に行けば大丈夫っていう。で今チラッと見えたけどさ、入ってきたところがすでに象の鼻違くなかった。この戦いが終わったらゆっくり見よう。交流剣300、盾を貫いてくるか。聖騎士の盾も性能自体は悪くないからね。うん、左右左で多分こっちも左でしょ。でこっちもちょっと覗くと左、じゃあここでいいじゃん。違った分かった、この右向きの花がどっかにあるから、そこへ入れってことだ。ここよし、通過。でこれも押して、おお出てきた。ここはもう最終フロアっぽいな。またドラゴンか。雷竜だよね、違うかな。逃げられればちょっと逃げたい。無理か、あいける。でこいつよこいつ、全力でいこう。黒竜、まあ初手はちょっと金剛盾を張ろう。もう一回こいつもなんか地獄爪殺法を使ってくるみたいだから、それ防げるかな金剛盾で。早めに張ってほしいんだよね金剛盾、攻撃する前に。来たあつの関係ないやつに来たな。でもこいつはこいつで普通の聖騎士の盾を買ってくれてもいいんだけど、毒はねちょっと厄介だよね。100くらい減るな。2人回復に回すか。でこいつでこそマジで無名剣覚えたいんですけど。で千手観音、火力的にどうだろうな。2人回復に回そうとするとやっぱりギャラクシーが打てなくなるから、少し長期戦を見据えた方がいいかもしれない。でまあ無武剣も2000当たるからね、まあ、悪くはない。ただ欲を言うとやっぱり3000クラスの技が欲しい、千手観音みたいに。よし金剛盾さすが。またドッキリか、まあ、傷薬系はね毒も回復できるんで。で死にそうだな、もう持ってない。あまだ持ってるか1本。んーちょっと幻獣剣千切りで、まあ血行で回復して高級傷薬自分で使おう。でも人に使わせた方が良かったかな、死んでも蘇らせられるからね。今のところ攻撃の要は千手観音。1ターンにつき5000ちょい。よし金剛盾貼っといて、うわ切りが厄介だな。千切りが1800か、ちょっと工程がまずいな。3人、月光ってどれだけ回復するの。で312、お互いにハロー。でちょっと千手観音は外せない。生命の水でちょっと回復させて、で月光で蘇らせる。ちょっと回復のターンになったけどしょうがない。対黒竜戦は火力で押し切るっていうよりは正攻法でいこう。おキック600も食らうのかよ。違う、マジめちゃくちゃ毒斬り使ってくんな。200しか回復しない、ちょっとまずいぞこれ。
回復、千手観音はもう絶対だよ。高級傷薬で行こう。回復量がちょっとしょっぽいからな。人を蘇らせるか。手数を増やす。でこれ多分もう今後だって外れちゃってるから、でも貼り直してる余裕はないもん。よし、これ2ターン目絶対毒斬り使ってくんな。2回攻撃目。うお厳しい、マジで厳しい。いやギャラクシーを打っている余裕がない。でも結局毒斬りだもんな。いけ千手観音。いやマジで覚えておいてよかったこれ。いや貼ってないんだよ。だから毒撃になった。やった、ここは立て直せる。で水がやっぱり回復量が少ねえな。で千手観音、もうここは攻撃に入ろう。巻き割りスペシャルもいく。勝負に出る。こっからはゴリ押そう。もうちょっと一人どれだけ減らしたかよくわかんないけど。あそうか、でも黒天波死ぬんだっけ。あ LP1 減るけど死なないわ。999ずつ回復されてたから思ったよりダメージ与えてなかったかもな。そういえばで結構千銃千切り、ここはもうギャラクシーを打とう。切りを使わなければ楽だな。耐えられる。キック。うわあ、そっか死んでるから。今後だって剥がれてたのか。3600。毒撃。よし。大丈夫。これは大丈夫。倒した。7777。割に合わん。強すぎる。ちょっと待って。宝箱欲しいけど。こいつが邪魔だ。消えよ。黒竜を倒した俺に勝てると思うな。そしてここに眠るは竜鱗の剣。装備させよう。ベネディクト幻獣剣。めちゃくちゃお世話になったわ幻獣剣。でもずっと使ってたからね、多分一番お世話になったよね幻獣剣は。竜鱗の剣60とかめっちゃって倍とは言わないけどほぼ倍じゃん。あ高級傷薬持たせよう。3つ持たせとこう。別に幻獣剣を持っとく意味はもうないからね。一応嫁さんにも高級傷薬持たせておくか。でこいつも4つ持たせちゃおう。特に持つもんないんで。でタンモラも4つじゃなくて3つ。よしちょっと幻獣剣の試し切りをしよう。こいつで今まで千切りが多分2000弱、1900とか1800とかそんな感じだったから、それがどこまで伸びるか。これで火力が出るようになってくれれば、まあ、最悪千切りでもいいかなって感じだよね。電撃で死ぬことはないから大丈夫。角も大丈夫、耐えられてる。でこいつはさすがに一旦じゃ倒せないから絶対千切り使うんで、一番遅いのはなんでだ。試したい時に限って千切り3000強え。これはもう間違いなくけ使えなくなってしまった。竜鱗の剣の威力だな。攻撃力60は強いよな普通に。パンチとか弱すぎる。いやこれもうワンランク上の技を覚えたらさらに火力が出るぞ。これはちょっとまたアルビオン道場をやって技を揃えよう。これここから出れるんで。じゃあちょっとワイリン学校行ってアルビオン道場をしてきます。で次回じゃあ最終工程編の後半をやって多分終わると思うんで、次回最終回といたしますか。ちょっと宿屋で寝ないと技ポイントがない。
まあそんなわけで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。